あ、今マシャカリが弁当の上に立ってたって人誰ですか？え、これ魚。あ、ごめんなさい、その通りです。あの別に僕は弁当移動してません、ね、弁当の上に立って殺せってずっと言ってました。だから俺はなんかその弁当の話がメヤ君から出る前にマシャカリが弁当でマジ普通に殺してるんじゃないかなと思ったから、サントスさんとかは見えてたのかなっていう確認をしたかったぐらい。あ、ちなみに私はエレクトリから下から回ってくるときもマシャカリさんはずっと弁当に立ってたので、ただの弁当野郎は先に確認してます。クルーメイトしか引かない男、茶色黄色、茶色黄色、紫、紫、水色、緑、水色、お、ナイスです。ナイス。あ、マシャカリさん。何ですか？タスク途中でやめてこっち来たから怖いなと思って。ちょっと何言ってるかよくわかんないです。すいません。これ作ろうだな。違う。確かに右に初め麺屋さんが行った後ゲンさんが行くのは見てるんで、うん、二人っきり事件にはなってますね、確かに。ゲンさんだよね、マシャカリさんで怖かった。あ、マシャカリさん、あ、マシさんか。あ、僕です。僕も宇宙警察怖かったっすよ。え、まあ、さっき汚職してたしね。何一緒でしたっけ。めちゃくちゃ、人を見てて、まあ、押した理由でもあるんですが、はい、うん、茶色、黄色、水色、オレンジ、緑、紫、青の順番で見て、まあ、死んでてもいいかなと思って押しました。どっちかって。あ、なるほど。絞れるので。怪我が起こってても大丈夫。怖い怖い怖い。あ、センターさんちなみにどちらで見てらっしゃったんですか？アドミンで茶色黄色水色を見て、ストレージの給油のところでオレンジを見て、エレクトリカルで緑を見て、エレクトリカル前の通路で、紫と青とすれ違ってストレージで最後茶色を見て、茶色がアドミンに入ってカフェテリアボタンを押しです。うわ、あ、なるほどなるほど。え、あ、ちなみに初手紫アドミンにいましたよ。あ、いました、ごめんなさい。え、ちょっと待って、一回見たか。そんなによく分かる。これ最新の情報で言いました。はい。最終目撃で、はい。皆さん何？マシャカリさんって停電の前もアドミンにいたのに、停電の後に今アドミン入ってきたの？何のタスクやってたの？アドミン情報見に来たんじゃないですか？そう。いや、違う、タスクやりに行ってたよ、上の。やってないよ。これやめてもらっていいですか？これは安いな。なるほど。じゃあローラー対象決まったってことでいいんじゃないか？情報が足りてますね。単体でいいんじゃないですか？マシャカリさんの単体釣りで。ちょっと待って、そんなバカな。マシャカリさんなんかコミュニケーションの方言ってましたよ。なんかアドミン行った後。どんどん出てくる。おい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 。危ない。でもあるな。ちょっと覚えておきます。ワンチャンあります、ね。いや、ありますね、これは。普通に3人いるな。勘弁してくれ。ここ。うん。これは無理していかなくていいね。水色。さっきのギリ、歌いながらだったらギリ覚えられないな、今の記憶は。オレンジ。ハレンチ。ハレンチなんだったっけ？ハレンチ。その名前忘れる、あの人。黒。うわ、なんか言われそう。オラフくん。オラフさん。そんな。はい、メイヤさんがミュート。宇宙警察だ。はい。リアクターの覚え芸のところでオラフくんが死んでた。リアクター、じゃあリアクターなった後だね、治ってるから。あ、ちなみにメニアさんと同時に入ったから、メニアさん無理かな、多分同時に入りますもん。あ、ごめん、俺の視点ではサントスさん見えてないんだけど、スナパイさんって、はいはい、アッパーエンジンからどういうルート、どこ行きました？戻った、治ったから。戻った？うん、俺あのウェポンから向かってたんだけど、ウェポンにオラフ君来てたんでしょ。
いました。で俺ダウンロード始めてて、でダウンロードの端っこからウェポンの真ん中のタスクから左に走ってこうラフ君の後追っかけていってるけど、はい、アッパーエンジン手前ぐらいで終わったから戻って。なるほど、アッパーエンジン手前、うん、でアッパーは扉閉まってたよ。え、そう、俺そこアッパーエンジン入れなくてスナッパーさん戻ってないっすよ。てか弁当が開いたんすよね多分。え、上弁当？上弁当？どっちの弁当ですか？気がする。あのアッパーの弁当が空いてる気がするから、ごめん。確定に空いてるのはなんか、あ、え、今弁当開かなかった程度なんだけど、スナッパーさんが戻ってるっていうんだったら絶対戻ってないから、宇宙警察からしたらスナッパーさん逮捕したいな。え、ちょっとごめんごめん。メイヤさんがどこをどう通ったの？俺は全然理解ができてないんだけど。ベッドベイ、オラフ君が、オラフ君とカフェテリアから一緒に行って、オラフ君が左に行って、僕はメッドベイに入ったんですね。で、メッドベイの助けがあって、はいはい、アッパーの方行ったら、扉がアッパー閉まる直前にスナッパイさんが目の前にいるのが見えたんですよ。で、そしたらアッパーの弁当が開いたように見えて、で、下行ったらリアクターで死んでたから、でその前に直前にセンタンさんともすれ違ってる。うん、僕もスナッパイさんを見てない。で、メイヤさんとはすれ違ってる。でもメイヤさんが俺見たのが間違いじゃん。ゲンでスパーラーなって大丈夫ですか？ゲン一人でストレージとシールドの間だったんで、ちょっと不安なんですが。あ、ちなみにメイヤさんがセリフじゃないの、最後確認、私から主張できるので。スナッパイさん、発音の情報。あ、もう入った。おお、スナッパイさんの。あらら。スキップ入れたんですけど。これは、なんか弁当じゃねえと思ってたから。うん。コミとかなってくれると嬉しいけど。すか、押せねえ。はい、中継。はい、いや、ごめんなさい、なんか毎回俺弁当見ちゃうから、なんかあれなの、他の人が違う場所にいるって白の出し合いができれば、なんか、うん、それはね、なんかね、多分ね、オラフ君の最終目的って俺だと思ってて、はい、まず先端と俺がリアクター最速でついていて、俺が最初についていたんですけど、先端がその後上、アッパーエンジンから来て、で、リアクター直しました。オラフ君がその後来て、真ん中のタスクをやってました。で、先端先に出ました。多分アッパー側に行ったのかな。で、俺が、ロアー側に行って、で、サントスさんと誰かとすれ違っていて、畑迫さんかな、で、うん、マシャカリがベントの上に立ってました。で、うんうん、そのまま抜けたっていう感じ。まあ、で、リポート、うん、あ、今マシャカリがベントの上に立ってたって人誰ですか？え、これ魚。あ、ごめんなさい、その通りです。あの、別に僕は弁当移動してません。弁当の上に立って殺せってずっと言ってました。だから俺はなんかその弁当の話がメヤ君から出る前にマシャカリが弁当でマジ普通に殺してるんじゃないかなと思ったから、サントスさんとか見えてたのかなっていう確認をしたかったぐらい。あ、ちなみに私はエレクトリから下から回ってくるときもマシャカリさんはずっと弁当に立ってたので、ただの弁当野郎は先に確認してます。時間的に無理じゃない、魚さん。弁当下からの弁当は厳しくないですか？センターさん目線で魚さんができないならやっぱりスナッパーさんで釣れたのかな。いや、僕目線は分かんないですよ。あ、分かんないんだ。魚さん目線は僕はできないけど、僕目線は魚さんは分かんないです。でも、もしマシャカリさんがキルしてた場合って、リアクター下の弁当を使ってオラフさんを真ん中でキルし、上の弁当を使って逃げたっていうことになりますよね。いや、ね、あ、違う、俺が確認したかったのはマシャカリくんがその下の弁当から出てきたかどうかっていうのをサントスさんとかに確認をしたかったんだけど、結果的にそれがなさそうだから、あの、もう大丈夫、その話はもう忘れてくれて、はい、ごめん、数字の場所だと思ってたんですけど、覚えゲーでしたっけ？うん、覚えゲー真ん中って言った。覚えゲーですよ。失礼失礼。キル直後にリアクターに残ってる方がいればすぐレポートが出るはずですよね。まあ、ってことは僕の弁当が開いたのは間違いじゃなかったという。合ってるんじゃない？まあ、いつも合ってる気がしますね。宇宙警察、また見てしまったようだな。この格好しちゃうと弁当の前に立ちたくなっちゃうんですよ。すいません。竹尾さんの影響。あと、一応魚さんの警戒かな。一応ね。警戒という落としどころを思いついたんですよね。最近。前もちょっと言いましたけど。ペアを下手に作んない方がいいんじゃないかっていろんな方に教えてもらったりとか、経験則的に。あお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 ちゃん、
あいやあのね、最大のデメリットはタスクが進まないっていうことで。青、茶、白、緑って。もう一個。白、緑、黒。白、緑、黒。白、緑。茶、白、緑、黒。白、緑、黒。はい、あ、死んでるし、竜警察だ。また見つけちゃったよ。リアクターと出たすぐのところで死んでたんだよね、ピカさんが。リアクターは出たのとこ。あ、ゲンさんは自供します。自供っていうか、あの一番近場にいたってことを自供します。すごい契約した。自白かと思った。やりましたこんなことするわけない。でもごめん、あのね、ゲンさんは覚えてやってて、その後ろ俺が、はい、あ、そうです、メイヤさん一回私を死にして上に行かれて、その後戻ってこられたってことですね。じゃあそれっていうか、あれですよ、俺リアクターの左上のタスクやってるんですよ。あ、ゲンさんの、それそう見えてなかったです。で左上にタスクやって出たら、なんでゲンさんは絶対やれない。でピカさんって直前まで生きてたんですか？どうなんですか？いや、わかんないね。俺はね、アドミンでピカクロスが見ているんだけど、その後は見てないんだよね、はい、左の方に抜けてたら見てるんだけど。皆さんおかしくないですか？我々が入った時って十字路に誰もいなかったんですが、うん、ピカさんが死んだのは直近のはずですよ。そう、直近なのであればアドミン情報ちょっと微力ですが、はい、カフェテリアに1、シールドに1あったんですけど、その2人誰ですか？シールズ私かな。いつか、シールド、レポートがなる5秒前ぐらいですかね。サントスさんがストレージの下から来たの見てて、センターさんもマシャカン、てかね、てかあのだいぶ殺害を起こるちょい前くらいにマシャさんと O2 で見合ってるから、サントスマシャ無理で、初見センターさんも右に見てるから、茶色青ないかな。茶色青赤は弾いてもらっていいと思ってる。茶色、うん、青赤入ってくるね、うん、じゃあ緑かオレンジかな。ハタソ君見てるかわかんないけど、俺アドミン最後までいたじゃん。最後までいましたけど、僕の方が最後だったような気がして。あ、マジで？じゃあいいや。俺先にカフェテリアから抜けてメッドウェイのタスクやって、カフェテリアの左の上のタスクやってるから、多分カフェテリアじゃ俺だと思うんだけど。僕最後カフェテリアぐるっと回ったんですよ。死体ないかなと思って。うんうんうん。で、何もなかったです。魚さんの姿はなかった。カフェいないんだったら。あと死体の人の可能性も否定できるんで、魚さんでいいんじゃないですか、カフェ1は。あ、5秒前ならマシャカさんが知るか。魚さん、じゃあボタン押してもらってください。シールドとカフェを洗いたいですかね。えいえい。なりそう。ならない。はい。はい。魚さんの主張的には最後もうカフェテリアの左上にいたってことですか？あ、カフェテリアのタスクを終わらして移動してるって最中だから、正直俺もハタス君を認識できてないんだけど、うん、はい、カフェテリア1って言われたからカフェテリアにいたよっていう話なので。その後どこ行きました？いや、カフェテリアが最終1リポートになってるから。あ、スタートからちょっと聞きたいです、魚さんの。ね、あ、スタートね、アドミン。いや、いいんじゃないですか。だって直近のキルでアドミン情報5秒前なんで。あ、そっか。カフェテリアとシールドの人だけ洗えばいいと思いますよ。あ、そっか。で、どうでしょう。シールドは誰だったんですか、結局。マシャさんになるんじゃない。まあ、どっちか、どっちかですかね。僕マシャカリさんか、サントさん。あ、これ、不可能な人を今洗ってますよ。うん。だって、まあ、不可能な人は赤、茶、青だからいいんじゃないですか。まあ、どっちか、まあ、どっちかってことで。そうですね、魚さん無理でしょ。で、ゲンさんも無理で、僕はスナパイさんの弁当を報告してるっていう。ああ、そうか。まあ、スナパイさんがね、黒前提で話してますけど。あさこさんでもアドミン見てたのか、5秒前。はい、で、魚さんもないとするのであれば、メイヤさんかゲンさん。いや、ゲンさんは絶対ない。で、あのですね、ここなんですよ、私が気になってるの。メイヤさんがもしキルした場合って、このストーリーを作ったらメイヤさんが釣られること確定なんですよね。だから、メイヤさんがセルフしてる場合、ゲンを白塗りするメリットを特段感じてないんですよね、位置関係的にも。なので、
なんか即死の状態です。僕はあのゲンさんがリアクターに来てくれたから、あ、じゃあリアクター俺も左上のタスクやれると思って来てくれたから、行ってくれたから俺もじゃあ左上のタスクやれると思って左上のタスクをやりに行ったのね。ただただ一瞬目屋さんにんってなったのはさっき私も指摘したんですけども、ピカさんが直近で死んだことをなんか知らなかったかのようなムーブを言動で起こしたことですかね。10ゼロで死んだんだったら目屋さんと私がリアクターに入った段階で誰もいなかったわけですから、ピカさんがなんか最近死んだっていうことを割と真っ先に言える目屋さんは1だったはずなんです。言動同じ立場なんで。あ、なるほど、ね、でもそれが出てなかったっていうところが黒要素ですかね。はい、次は俺が疑い人になったら俺別に処刑してもらってもいい。畑迫さんと畑迫さんと魚さんの二郎も一応あるかなって、うん、それだとな弁当って誰になるのって話になる。そ, う そ, う そ, う そ, うそれそれ、うん、俺弁当移動は絶対上からは無理だから。弁当が見間違いとかまあなくはないかなっていう話かな。なるほどね。もしかして自殺？まあ奇跡的なすれ違いをスナーパイさんとメイヤさんがし、魚さんが普通に切るし、あたさこさんの情報で、シールドは合ってるけど、カフェは合ってないとかね。一応。なくはない。なくはない。やばい。声果たさず。なくはない。柔軟に考えていこう。死んでないですよね。よかった。はい、ちなみに電気直したのはマシャカリです。はい、マシャさんがエレクトリカルにいるの確認してて嘘じゃないです。あります。一応さっきの、まあ、可能性の提示なんであくまで聞き流してほしいんですけど、はい、朝子さんがシールドの位置を明確に確認していて、魚さんの最終位置を合わせたっていうストーリーも一応なくはない。うん、で、それがでも通るんだったら、メイヤさんとスナパイさんが奇跡的なすれ違いをし、メイヤさんが弁当見間違い。うん、いや僕どっちかといえば魚さんちょっと怪しいなと思って。魚さんだと思って細かいけど今停電の時ってストレージ。あ、俺ストレージから動いてない。あ、それじゃない、アドミンから動いてない。ん、いやストレージから逆走してアドミンに走っていくように私は見たんですけど。あ、ね、正確にはストレージ抜けてシールドのタスクやってそのまま戻ってきてアドミン情報をずっと見ていた。うん、でナビゲーション位置とかウェポンの方についてるのを確認していたから、動いたから、あ、大丈夫なんだろうなと思ってるって感じです。なるほど、うん、なるほど、まあ、基本疑われている位置だと思ってるから、アトサス君は僕の資料を証明してくれてると思うんだけど、あのアドミン情報を見といた方がキルされたいと思ってて、自分割と殺された位置の方が一番みんな目線見やすいかなと思ってるから、結構殺されムーブをしてます今。そんなこと言うなよ。知らないでくれよ。現です。メアさんにちょっとあの体感的な時間の話なんですけど、あの左上におられたんですよね、リアクターで。で、十字路で発見じゃないですか、うん、で。その時間の間にピカさん殺されてることになるんですけど、例えば魚さんがそこで殺して、例えば、セキュリティからの弁当でメドベイ、トビーのカフェテリアまで到達する暇ってあると思います？いや、わかんないけど。いや、どうなんですか、これぐらいなんですよ。高田さんが嘘ついてなくて殺したパターンって。ゲンさんに聞くと、ゲンさんとほぼ同じようなタイミングで入って、左上のタスクをやって、うん、出てた瞬間にレポートっていう時間軸。はい、あの覚え芸がですね、皆さんにお伝えしておくと、覚え芸が3つ終わるぐらいでした。高田さんにポンポンポンか。リポートまで。はい、高田さん、終わった？あ、タスクはね、もうちょっとで終わる。あ、終わってないです。いません。いや、めっちゃ思いました。いい質問ですね。いい質問ですね。されに行くくらいだったら助けてほしいですけどね。いいね、今の質問。もう聞きたかった。じゃあ、ストレッチ行こう。死ぬか。死なないか。うん。白。
ここも行きたくねえな。次のターンで行くかな。下へ探そう。宇宙警察だ。また貴様か。宇宙警察だ。アドミンで明夜くんが戦艦を殺してるのに目撃しました。違うね。これはで構いません。違うね。これしかも容疑者たちの2人じゃん。セルフ。カフェテリアから僕はあのねメッドベイで人生をかけてラストタスクをしてたんですよ。宇宙警察か。で、さかなさんがそこにいたから、うわ、俺これ殺されるかもしんないなって、まあ一回人生をかけたラストタスクだしと思って、じゃあ殺されなかったから、あれこれさかなさんが死ぬと思って。停電になったからカフェテリアからアドミンに入ったらなんか血しぶきが見えたんだよね、一瞬停電開けたでちょっとしてから。まっちゃ終わるか、そのさんつって。そしたらそこに魚さんがなんか我が物顔で立ってた。アドミンのどこすか下位置。アドミンのアドミンを見るちょうど前ぐらい。ああはい、そこですね。わかりました。終わるか。なるほど。明夜くん多分ねボタン操作ミスだと思ってて、なんでかっていうと俺がアドミンの情報管理を見てた時に先端が来て、あ先端来たと思ったら後ろから来た明夜くんが殺してそのままリポートしてるから、あの俺としてはめっちゃ美味しいで、タスクは終わってますもん。ベッドベインのタスクでボタン操作ミス。俺も人生を終えたらタスク終わってるんで、あ俺はねローラーでいいからどちらでもいいです。あ一個だけ情報を落とさせてください。セキュリティで最後終わる5秒前くらい見て、その時センターさんが入っていくのが見たので、魚さんの言ってる時系列は合ってます。あのセンターさんが入ってきて、その後すぐ後をついてきてる時、ちょっと時間が空いて入って皆さんが入ってきてるっていう話は一応。でもね、俺の目線は、明夜くんが弁当にいたという証言が多分本当で、スナパイさんを裏切り、明夜くんが白い位置に入ってっていう形になるんですけど、僕で終わらないので、明夜くんまでローラーを仕切れば勝てるっていう状況です。だから僕はすごく待って、待って、スプリットするの怖いから、マシャさん、宮さんに言った、ケイさん。宮さんに入れました。スキップとかで僕も宮さんに入れちゃいました。じゃあ、てんのかお前ら。マジで。お前ら。宇宙警察だぞ、やつは。宇宙警察見つけすぎだもん。カツ丼。見つけすぎだよな、シルネ。カツ丼食っとくわ、もう。そうか。カツ丼すら食べられないんだよ。なんで？またね。なんで？バイバイ。全員だったのに宇宙警察。どっちかな。あれ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 あ
やまあでもなんか見てて思ったんですけど、明夜さんダメですよ、チート使っちゃ。なんでなんで、我々見てた時ワープしましたからね、壁抜けの。そうやば、ダメっすよあんなチート使っちゃ。ちょっと魚さんもビビってたからな今ね。ナイスです。はい、魚さん追いかけてこないでください。魚さんが入ったのを見てないはずなんですけどね、カメラで。あのボタン押せる人って、あとどなた、すごいね、聞く必要ありません。魚さんの説得が聞いたのと。スキップ、俺の能力、スキップ能力、こうスキップしろみんな。はよし、これスキップになりましたよ。マジで全員スキップか。満場一致。やめてくれ。どっちだったんでしょうね。でもいやー、魚さんだ、申し訳ない。やっぱ魚さんだったのか。魚さんか、申し訳ない。どっちなんでしょう。あ、そうなんだ。うん、こんだけ活躍してんのに釣られる。かわいそう。の身にもなってくださいよ。だっていつも見つけるもん。死体発見が大きくて疑っちゃいました。あ、てかカメラで魚さんが入ったの見てないんじゃないですか。私魚さんは見れなかった。センターさんが入るところからしか見えてなかったんですよ。それ魚さん弁当はもっと前に入ってるんで多分見れないですね。なんならカフェテリアから入ってるんで。あ、確かに。あ、弁当で行ったんだ。そう。カフェから入ってましたね。だから普通に見るかわいそう。めっちゃキルした瞬間に報告してくれて、警察かっけーっつってたのに全票入ってたん。マントで入れるって。まあ、いや私スプリットしたくないから意見聞いただけでしょ。バランス釣りの観点でもう目安は一応ありますけど、ね、まあ、まあまあまあ、まあ、バランス釣り確かにそうっすね。スナパイさんとの一郎っていうことで、うん、オラフさんかわいそう。いやー弁当見られてたいやもういやなんかね、スナパイさんのやつ見たの ね、俺結構ね、ラグっぽかったんですよね。スナパイさんも一緒に閉じ込められたように見えて、でもスナパイさんがいきなり消えて、その瞬間弁当が開いたから、なるほど、結構ね、ラグ説あったんだよな。なるほど、今日も
ね、メイヤーさんとすれ違ってないかったから、うん、どっちみち。そうそう、逆方向には来てないから、うん、いやもう上ルートからこのタイミングでクレッツおらんやろと思ったら、メドウェイから来るなよ。宇宙警察です。もう右からクレッツおらんやろって言って入ったら、あ全部見つけてんだね。超大活躍ですね。もう申し訳ない。すごいな。ちなみにね、カフェテリアね、俺いなかったと思うんだけど、やっぱいなかったよ。多分5秒前が、まあ、勘違いですね。あ、10秒前ぐらいってことですよね。畑底さんが見たときにカフェテリア1だったのは実は魚さんなんですけど、その前にピカクロスがカフェテリア抜けてアッパーから十字路に行ってるんですね。その時にアッパーを閉じたんですよ。はいはい、閉じてました、閉じてました。結果、まあ、あの魚さんが弁当飛んでキルしてるんですけど、多分5秒前だったら魚さんはそれできないけど、もうちょっと前なんですね、その1魚だと。うんうん、なるほどね。なるほど。だから時間帯の問題。時間の問題だ。もろ申し訳ない。あ、でも宇宙警察活躍しまくって最後殉職して死ぬ。かっこいいっすよね。一番かっこいい。死ぬから。でもみんなから裏切られてますけど。殉職したって言ってるけど殺してるからな。僕らが殺したのよ、僕が。殉職して悪いやつに殺されたとか殉職。噛まれたわけじゃないですよ。